ラッド景機関銃は、バシリー・フェドロビッチ・リチ大尉の主導のもと、赤軍砲兵装局消火器、迫撃砲試験場の設計者グループが1942年に設計した 7.62X25mm、トカレ普段を用いる実験的な景気感銃である。ラッド景機関銃は、短期関銃と小銃、景気感銃の射程のギャップを埋める火器として、考案された。 当初は新型弾薬を開発する余裕がないとされたため、既存拳銃弾がそのまま使われた。しかし、ナチスドイツ製突撃銃及びその専用弾の影響を受けて、本格的な中間弾薬の開発が改めて開始されたため、既存拳銃弾を用いる軽機関銃の開発は中止された。ラッドという名称は主要な3人の設計者、すなわちリティ。 ニコライ・ミハイロビチ・アファナシエフ、ウラジーミル・セルゲイ・ビチ・デイキンの名の頭文字を取ったものである。正式には TT 拳銃弾、使用弾体式軽量機関銃と呼ばれた。7.62X54 メートル MR 弾 7.92X33 ミ、mm、リメートル弾 7.62X25 メートル MTT 弾1942年、ソビエト連邦において、 新型自動火器のコンセプトが発表された。この新型火器は小型軽量で戦場における兵士の積極的な活動を可能とし短期間銃よりも射程があり短距離から中距離での戦闘に十分な性能を備えるものとされた。しかし戦時下において新型弾薬を設計する時間的な余裕はなく、 この時点では既存の拳銃弾 7.62X25mm とカレフ弾を用いることとされた。この弾薬を使う自動式カービンは戦前から設計が試みられており、1942年には空挺軍からの要望もあって設計が活発化していた。いくつか提出された試作銃を用いた試験結果自体は概ねかんばしいものだったが、砲兵総局は この種の火器の開発に否定的な見解を示した。同時期、アレクセイス・スダイフが設計した新型短期管銃が同じ弾薬を使いながらも弾倉容量で劣る半自動カービにより火力に優れ有望な装備とみなされたためである。これに対し、短期管銃よりも火力に優れるものとして、銃弾を使用する軽機管銃という新たなコンセプトが提案された。 新型軽機関銃は300メートル程度の距離で射撃を行うものとされ、短機関銃と従来型軽機関銃のギャップを埋める装備と位置づけられた。短機関銃は射撃距離が200メートルを超えると精度が著しく低下するが、比較的重い重心や二脚などを備える軽機関銃であれば、同じ弾薬でも長射程が期待できるのである。 1943年4月からプロジェクトが始まり、多数の設計案が提出された。この種の景気感銃として、最も成功したのが、ラット景気感銃であった。ラット景気感銃は2丁が試作され、うち1丁を用いた1943年の試験について委員会は次の2点を報告した。これは短期感銃との比較を念頭に置いた評価であった。一方、 軽機関銃として見た場合、ラットはいくつかの点で優れていたものの、拳銃弾を用いることによる威力、射程の不足が大きな欠点となった。すなわち、ラットは軽量な軽機関銃としても、あるいは重い短機関銃としても、高い評価を得ることはできなかった。1942年末にドイツ製突撃銃 MKB-42 が露覚された後、 その特性を実現せしめた 7.92X33mm 弾への注目が集まり、改めて同種弾薬及び、これを用いる重機の開発が始まったため、既存拳銃弾を用いる軽機関銃やカービン銃の計画は、1943年10月に中止されることとなった。1943年7月から設計が始まった新型弾薬は、 9月に1943年式 7.62mm 弾、すなわち M43 弾として採用された。以後はこの弾薬を用いて、新型火器の開発が進められていくこととなる。ラット系機関銃の設計の一部は、後の銃器に影響を与えている。例えば、銃の下部に取り付け団体を収められる、金属製断層は、RPD 系機関銃や PK 機関銃。 ニキチン機関銃などで採用された。機関部の構造もカラシニコフ突撃銃をはじめとする戦後のロシア製自動火器に影響を及ぼした。ラッド系機関銃はブローバック方式の自動火器だが発射ガスを利用してボルトの加速を行っている。このユニークな機構は比較的非力な拳銃弾を用いながら団体による球弾を確実に行うべく取り入れられたものである。 トリガーメカニズムは DPM 系機関銃と同系のバネ式トリガーである。セレクティブファイヤー機能は搭載されていない。球団は金属製団体によって行われる。この団体はドイツ製機関銃の影響を受けて設計されたもので、銃の下部に取り付けられる金属製断層に収められる。これにより移動しながらの射撃が行えるようになった。レシーバーは プレス加工で成形されており、重心の放熱等と一体化している。重工にはマズルブレーキが取り付けられている。ありがとうございます。